My name is Yao, 本名。You know, everybody call me Homie, you know? Like a homie don't play that, you know?僕の仕事は毎日日々せっせせっせとスニーカーを売ってます。たまたまアメリカ行ってた時にスニーカーがいっぱい安く売ってたんで頑張って買ってきてこっち側に持ってきて売ってます。いやーもうアトモスっていうのはなんか空気みたいで、特にファッションっていうのにフォーカスしたスニーカーを Japan。それで僕たちのお客さんっていうのは本当にスニーカーマニアが多いんで、靴を大切に履いている人が多い。クレップの、シューズあれっていうのは、この靴を守るっていうことじゃないですか。そういったその自由に対して僕たちはとっても共感して一緒に、プロジェクトをやりました。いや、ムツオは昔大阪っていうところに住んでて、そこで絵を描いてたんですけど、その時から僕たち友達だったんですよ。それでムツオの絵っていうのは日本っぽい絵と、ヨーロッパっぽい絵、とっても面白い絵が描けるんじゃないかなと思って僕たち頼みました。 With great works of art.以前からアトモスさんとの方とはそのデザインの方でいろいろお世話になったり関係を持たせていただいてるんですけれども、今回このクレップの防水スプレーを、世界的に発売するということで、そういう日本の入れ墨のイメージ、そうですね、まず防水スプレーっていうオーダーっていうか形だったので、結構ポピュラーなものと、買えるっていう、日本のそういう、水をイメージするものをモチーフに一回組み合わせてみようということで。いやもう本当に、僕たちのコンセプトっていうのはカエルが、傘持って、それも、僕たち日本でいうお化けが傘持って、雨を守りますよっていうコンセプトで、今回プロジェクトに携わらせてもらったこともそうですし、今の文化に沿ったそういうデザインの仕方とか、昔の様子も入れつつそういうのを打ち出していくっていうことが、自由を、与えてくれた、そのアートワークを作らせてくれた、それが今回の、プロジェクトの最も大切なところです。本当にみんなが、楽しんでもらう、みんながおーこれすげえなーっていうような、靴をいっぱいもっと作りたいですね。いや、なんか面白くないとダメですよね。面白いことをいっぱいする、それが多分守るってことだと思います。これでみんなに愛されるスニーカーを作る、もうそれに尽きると思います。みんながおこれすげえなーみたいな感じで、やってきてくれて、それを履いてみんなが、楽しむ、そういったものを、僕たちは作っていきたいですね。